皆さんこんにちは。こんにちは。岡間先生です。明けましておめでとうございます。今日日曜日の寒い朝なんですけれども、岡間先生無理やり出てきてもらいまして、じゃあ岡間先生今年の抱負は？抱負は、宝くじを当てる。それ抱負なのかな。私も当たりたいわ。あなたの抱負は？私の抱負は腹八分目。はい、ようやく岡間先生と私が大好きなパン屋さんに一緒に来ております。全部食べたい。懐かしいでしょ。1ヶ月日本行ってたから、全部美味しそう。やっぱさすがこの時間だと人も少ないね。あったら、ルフラン美味しそうね。今日だからさ、 デザート別にここで買ってもいいかなと思うの。ちょそんとむね。しかしさ、今日のテーマ家ご飯だから、家ご飯用のなんかデザート買ってこ。そしたら何がいい？初層トム。初層トム朝ごはんじゃないの？おねおったんでじってやこう。パリブレスト食べたい。パリブレスト食べたい、私セザンヌワームいいかな。オッケー。これとこれと、あとパン買おうよ。なんかご飯しなきゃいけないから。そうね。そば粉、そば粉もいい。そば粉煎茶パンってのもある。煎茶パン、煎茶クリスフレだって。玄米茶って。玄米茶とパン、それも面白いね。信じらんない。朝からこんな。これじゃんね。これでいいよね。カプチーノこれだよね。キシャンこんなにいっぱいミルク持ってくれたんだから、文句言っちゃいけない。怖い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 。ブランチ食べ放題。ドルディエのバターです。なんかパリのおしゃれな家にブランチしに来たみたいなリラックスムードです。岡間先生にコンセプトさえ説明していなかったんですけど、知りませんでした。今回のテーマは民泊で簡単に作れるご飯。何バター見てんの？ボルディエ買ってこっか。ボルディエ、3.6 安いよね。でもなんか違うのも試してみてもいいかなという気もしなくもないけど。食べやすいもの、あ、こういうのあるね。温められるやつね。意外になんか安い。あ、ほんとだ。パスタね。で、民泊ってどういうのがあるんだ。やっぱり民泊だったら電子レンジあるよね。電子レンジと、まあ、お湯は沸かせるから。お湯は沸かせるじゃん。お鍋があるじゃん。ハムチーズ系は欠かせないね。セイコパンと。日本の皆さんはこういうのご存知かしら。タラのね。タラマ。タラの卵。タラの卵です。ただの卵です。タラコだから、まあ、でもなんかちょっとマヨネーズっぽい味がするんだよね。で、これをですね、ブリニーにつけて食べてもいいし、トーストしたバゲットとかにつけても美味しいよね。あとウムスね、ひよこ豆のペーストとか、これ美味しいよね。ナスナスのピュレね。ででナスティスなんで。これね、デブの元ね。デブの元、そうそう。この間アヤが買ってハマってた。ハマってた、ハマってた。ポテチもさ、民泊でご飯の時は欠かせない、欠かせないね、確かに。はい、先生のおすすめです。フィモンレスプレート。あれさ、塩気がちょっと足りないって思ったんだけど。私出せばいいじゃん。まあね、確かに。こういうのもいいよね、リエットとかね。パッケーとかね。テリーヌロンです。フォアグラドキャナー。タクチナーブル。タクチネというのはパンに塗りたくることです。ナスとゴマと見えない、クミン、はい、サンゴ色のレンズ豆、レンズ豆と何？それから松の実とカレー。松の実とカレー美味しそうだね。これはこういうのね、アペリティフの時にね、数種類乗せて。あの、そら豆とロケット、美味しそうね。やっぱりおしゃれな組み合わせだね。あ、なんかさ、カツナとかもおしゃれじゃない？これは何だろう。トン、トンなんだけど、トンは見えるの。その下がね、今老眼鏡ないと見えない。これサンジャック、ホタテ貝ね。
これさツナなんだけどオイル漬けなんだけどさ、ね、美味しいんだよね、うん、こういうさあれに入ってるやつ。民泊家ご飯魚類ってさなかなか食べないじゃんフランスいると。こういうのいいよね。あの魚の補給にオメガ3の補給に美味しいよね。美味しい。フランスのサーディーヌ。あ、パリいた。いるよ。まあでもこれはね日本にでもありますからお値段違うけど。最近よく見るよね。まあお土産もいろいろ揃うといえば揃う。うん。ああ7.9。7.9。どっちが安かった？モンマルの方が高い。高いかな。あ、ねこれ食べたことある？あるね。あららら、ら、もうこれこそ本当に。これ超美味しいんだよ。ニコちゃん大好き。これ超美味しいんだよ。キャラメルバターのクリーム。こんなちっちゃいのね。でさ、これさ、お土産に良くない？このサイズ。3.2 ユーロです。68グラム。何個入ってんだろう。あ、こういうのがいいじゃん。ね、うん、温めるだけだよ。今日何しよっか、お昼。なんかさ、めんどくさいからさ、スープかなんか買ってってさ、スープとレギューム、これいろいろ入ってるやつだよ。ブロッコリー、あブロッコリー、キャロット、ポワロ、クルージュ、え、オリゴン。パタドゥスプチマゴンキョッキュマ。バスク？プレバスケーズ、プレファッションバスケーズだけど、バスク風。あとこれもこれは北の、北フランスのカーボナルサーモンで。とにかくこってりした。こってりした。なんだっけ、ビールかなんかで煮込んでるんだよね。そうそうそう、このブフキャホットっていうのが古い料理ね。古いね。あのプルーストに入れてくるよ。そうね、ブフキャホットね。ラタトゥイユです。あね、ラタトゥイユとかも美味しそう。でもラタトゥイユ作ればいいじゃん。やっちゃう。いやラタトゥイユなんだかんだ言ってさ、簡単そうではあるけど、時間はかかるじゃんか。それが美味しいの？これが世界で一番美味しいパスタです。あ、そうなんだ。 うちのパスタは全てこれ。もうさ、これにハマったらもうね、うん、スーパーで買えないの。まあ何回かに食べると思ったらいいか。誰の値段はさ、まあね。でこういうとこ来たらもうね、うん、ダメなのよ。財布の紐がどんどん緩くなる、ね、緩くなる、うん、あ、コンフィドカナル売ってんじゃん。ほらドゥキュイス。これね、スーパーにも売ってるけれども、足もも肉が2本入って、もも肉2本入って 18.5 ユーロです。はい、レストランで食べると思ったら半額。半額だよね。ジェジエドキャナールもあります。ジェジエは砂肝。そう、砂肝なの でこの油が美味しいんです。またこれをフライパンで温めて、あとサラダにするのね。そうそうそう、美味しいよね。ジェジエのサラダ、割と酸っぱめのさ、マスタードとリンゴ酢とオリーブオイルかなんかでね。そうそうそう。であと私あれ、あの蜂蜜入れる。蜂蜜入れてドレッシング作って。あ、うんうん、白味噌すごい。日本コーナーも手のひらサイズのお米が売ってます。すごい大きい。立派。お値段も立派。パスタソースもあるよ。パスタソース、あ、そうだね、パスタを買って。そうだね、それもカチョエペーペ。イタリア行きたい。イタリア行きたいね。イタリア行きたいね。ブルゴーニュ一筋。一筋で。私もそう。なんであったと本当にさ、食べ物の好みだけは合うんだよね。男の好みでも相変わらず。本当昨日全く打ち合わせをせずに同じお菓子屋さんでケーキ屋さんに行ってたもんね。それすごいよね。どのバター買うの？ルミセール。私もバター買おう。ルミセールも最後の1個。取られたわ。なんかクロワッサン美味しそう。我が家で愛用しているマグカップでございます。晴れてきたわよ。ハゲて晴れてきましたね。ちょっとさ、私たちこんな買い出しとかしちゃってさ、夫婦に見られたりしてんのかな。寝てください。あげないよ。え、半分こするって言ったじゃん。天国から落ちてきた岩です。手がもう、うん、この雨だけで汚いわ。相変わらずだね。美味しいね。幸せ。犬に吠えられるんじゃないそれ。はい、
バスチーユのマルシェに来てます。今ブレゲサバンというメトロにおりますが、魚屋大好き。あ、クトウがマテガイが、あ、マテガイ売ってるわあ、エビ美味しそう。今年は牡蠣が問題があったから、いろいろね、牡蠣食べてない。アサリ、アサリ、アサリのパスタ作りたいな。でもさ、フランスで作ったらいいお値段なんだよ。確かに、ビュロもある。海鮮好きな人はさ、海鮮盛り高いじゃん、うん、だから お魚屋さんでね、自分で買ってもいいよね。バスチーノマルシェ、お魚がいいって聞いたな。ほら、呼吸って。あれ、あのオーブンで温めればすぐ食べられる。そうだね、オーブン入れてね。あとあのお魚のフライとか、あの魚のテリーヌとかも。確かに。こういうパイ、こういうのとさ、温めればいいんだけどね。温めてサラダと一緒に食べてもいいよね。あ、コンテ。コンテは何ヶ月がお好きですか？22。やっぱ古いのは男は若いじゃない。頭つきのブレスドリ。あ、ブレスドリカッターっぽいのあるね。おー、あ、ムシェラレンヌがあります。キッシュも、あ、ロングドゥブーフ、これ美味しいよね。私結構好き。ちょっとピリ辛でさ、うん、あ、シューファーシー、キャベツの肉詰め、オンディーブジョンボンって、オンディーブってなんだっけ、チコリ、そう、チコリを茹でたのとベシャメルソースと、でそれをハムで巻いてチーズでグラタンにした、あのフランス人があれね、給食でね、トラウマになってね。あら、2キロ100イカ売ってるね。え、あれさ、タラコだよね。タラコだ、アンコウです。タラコある。ちゃんとお値段がね、こういう風に書いてあっていいですね。値段が分かりやすい。いいね、うん、すごい。このシステムは私初めて見た。これまだまだ続きます。あ、そうそう、椅子の修理屋さんとかもね、あるのね、マルシェは。はい、あ、ね、シュークルットがあるよ。お芋、あ、タッチフラット。いいね、痩せない、痩せない。でもね、もう必ずマルシェこういうお店があるからね。すごい、チキン買えます。ここのマルシェ何でもござるだね。何でもござるわよ、ここ。一番大きいんじゃなかったっけ。あ、牡蠣屋さんだよ。すごい、牡蠣食べたい。あ、牡蠣バーがある。お父ちゃんいたら多分食ってこうぜって言われると思う。でも当たった時があまりにも悲しすぎてさ、辛いね。辛かったわ、あれは。ちょっと待って、ヘンオマールもいる。ムールもいます。ウニー、バスチーユに着きます。野菜見てないね。でも野菜ってね、今の季節はね、ね、そう、限られてるから。だからもうカリフラワー、カリフラワーね。そう、なかなかレバノンとかの名物のこういう、もうあのパセリのサラダ、タブレというサラダとか、あとさっきもあのお店にあったようなウムスとか、タラマとか、そういうのがマルシェでも買えます。結構あのパリは多国籍なお料理がね、いろいろあって楽しいよね。マンコー、うちは家の近所でお父ちゃんが今マルシェやってるわ。実はマルシェすごくの、すっごい久しぶりかもでしょ。私もね、マルシェ行かない。なんか美味しそうよ。あ、こういう感じね。芋、こういうのマルシェで絶対あるのがさ、パエリア。あ、超芋美味しそう。絶対あの、ボジョマルシェにはなぜかパエリアがあるんです。すごいね、見たの、ステーキ。超美味しそう。芋か、ここで買う、うん、
玉ねぎもある。うん、芋と玉ねぎ。芋と玉ねぎ。あ、ソーセージも食べたい。食べたい。でも芋買うよ。すごい、ここさ結構いっぱいあるね。なんかあのマグレドキャナーとかソーシー。ボンジュー。On voudrait des pommes de terre, s'il vous plaît. Oui, avec pommes de terre cuites ou saucisses. Juste des pommes de terre, c'est possible d'avoir un peu d'oignon ? Oui, tout est possible. Super, alors. Baguette にこういうソーセージとかを入れるので5ユーロです。ああいうバゲットにね、サンドイッチにしてくれます。あ、ここの総菜、コルドンブルーもある。買っちゃう？で、はい、列に並びまーす。リエットもあるし、どうしようかね。あんたさっきからコットコットって言ってるけど。じゃあパテオンコット。ブダノワールもある。チノ。私も大好き。鉄分補給にたまに。なんか今日あたりマルシェでお父ちゃん買ってきそうな気がする。豚足売ってるね。なんかこの辺のやつ買ってみようかな。うん、よくありがちなプアロービネグレット。私これ好きなの。ミューズを。花だよね。うん、いっか。いや寒いかなと思って。うん、そうだね。あ、どれにしよう。テリンペリゴーディンだったらちょっとフォアグラ入ってんのかな。今みんなの視線が痛かった。視線がね。あ、ベトラーブ。ビートではなくビーツです。ビートは何じゃ。ビートはたけしです。あで、アミコさんに突っ込まれたの。あ、これも豚足だね。豚足。うん、でもあなたのその嫌いなセロリ大人気じゃん。セロリ好きだよね。なんかさ。美味しくないと思うんだけど。美味しくない。あのピエモンテーズとかも美味しくない。ああ、ピエモンテーズも美味しくない。日本のポテトサラダだと思って食べたらちょっと違うよね。ハロー、ジュエルダバイに関してパテオンコチの。ああ、ねキャラクターと。その話を聞け。パテオンコチ。美味しい。キャナーウラパン。キャナーウラパン。どっちだ。キャナ。キャナ。チェットでもソースグリビッシュ。シラク大統領の好物ね。ニシンのオイル漬け。あれ好き。あれ好き、私も。大人気のキャコットガッペがございません。もう超定番中の定番。うん、売り切れてる。une tranche de pâté de campagne, s'il vous plaît。はい、切ってくれます。コルドンブルー頼んだよね。うん。じゃあそれだけね。カード使えるかな。使える。10ユーロ。あ、じゃあ。はい、カードが10ユーロからで。我々持ち金が現金がギリギリだったのでちょっとドキドキしました。このヨーグルトも美味しいよね。カムクおっぱい買ってこうかな。結構美味しかったんだ。仕上げチーズ好きだからさ。ジェパナーサンドヌヌパトトセキャシポシブラ si possible plus petit en fait. Pas trop gros. Merci. Merci, c'est gentil. Hum. Mm. 美味しいね。うん。悔しいけど。ちょっとチーズだけで。キャー。さあ、30ユーロ。じゃあ帰ろっか。帰ろっかっていうか、これから岡間先生のうちに押しかけます。全く知らされていなかった。先生の岡間御殿です。まあ、きらびやかな。散らかってるからと慌てて掃除してたけど、本当に全然綺麗です。さすが。はい。先生のお家です。グランドピアノ。お父様の作品ね。素晴らしいわ。やっぱり。あれはうちのお母さんの。お母さんの。はい。ここでね、クロワッサンの動画を撮った美しき。贅沢ですわよ、このパリ市内で。温めるだけのスープです。あ、そうだ、フランスの家はもう結構みんなそうだね、この IH なので、うん、パテオンクルトって美しいよね。美しいよね。もうさ、これを額縁に入れてそれを見ながらサラダを食べてダイエットに励めそうだけど。いやー、大好きな私の一押しのコルドンブルーです。あんた結構油いるわね。だって揚げ物でしょ、そもそも。まあね、玉ねぎがいいじゃない。はい、いってらっしゃい。
で、ちなみにあれだよね、フランス人ってスープっていうとミックスしてあるよね。そう、こういうね。まあでもスープって気楽に野菜が取れるから、そう、いいよね、いいよね。ちなみにここのメーカーのスープはナチュラリアとかにも売ってます。かわいい、いいね、このサイズ。あー、そうだね。でも深夜さんとこのそば粉のとはちょっと違うね、やっぱり。菜箸出てきました。そういえばでもしばらくあんたの手料理食べてないわね。そういえばね、うん、なんか作ってあげるって言って、まあ、未だに作ってないものがある気がする。マドレーヌ。そうだ、あんたのインスタに乗るたびに恨めしい言葉を残してるんですけど。私まだいただいてません。そう、いただいてません。おー、便利だわ。でも素敵なテーブル、豪華よ。ちょっと、まあ本当にさ、フレンチだもんね。でもあれな、ちょっとなんかさ、うん、前菜買えばよかったかなって一瞬思ったんだけど。お腹すいた。いただきます。いただきます。すごい、でも本当民泊に来たみたい、ね、なんかマルシェで買って、ね、並べただけ、ね、並べただけご飯でございます。それで幸せな気分になれる、なれる、うん、美味しいよね。美味しいじゃない、うんうん、家のスープの味するね。家のスープの味する。うんうんうん、本当フランス人の秋冬の家庭のご飯ってスープだよね。スープ、ひたすらスープとパンと、本当こんな感じだよね。そう、あ、忘れてた、これを枕にして寝たいぐらい、うん、だって黄色いもん、うん、でもこれ本当にあっという間にダメになるから、うん、なるね。酸化してた、うん、なんかおじさんの肌の匂いになってた。同じ匂いするの本当に。そっか、なんか酸化した油の匂い。あー、でもわかる。わかる。あれでしょ、うちのお父ちゃんの枕の匂い嗅いだ時ね。私の枕じゃないみたいな。枕交換した時のあの匂いね。だって運千円も出して買ったバターが父さんの枕の匂いするんだから、うん、だからもう冷凍して、冷凍、はい、もう次回からだからちっちゃいのを買って小分けで、うん、小分けでね、うん、うんうん、それがいいわ。私も食べる。見てこの黄色、あ、こうやってやった、こうやってやった、うんうん、こうやってやった、縦縦こうやってやった、はい、はい、乗せるんだもんね。そう、うちは厚く切って乗せます。はい、キャラメルみたいだよね。そうそうそう。はい、フランスの子供たちこれ出てきたら大喜びね。給食の、給食のね。いただきます。お肉と、うん、ハムとチーズだよ。そうそうそう、そうだそうだ、そうだった。うーん、おいしい、うん、スーパーのよりずっとおいしい。あ、やっぱこういうのはね、お肉屋さんとかマルシェで、うん、誰でも万人受けする味だよね。うん、おいしい、ね、おいしいよ、うん、うん、どう。うん、おいしい。久しぶりに食べたね。このパイのとこめちゃめちゃおいしいよね。ぎっしり詰まったパイね。でもこれ本当にこれ額縁に入れて飾りたい。じゃあ、あの次回の誕生日はそれで、これ額縁入れて送るわ。いきまーす。この肉、肉、肉肉しい。あ、あれだね、ほらスーパーとかさ、うん、コーニション買ってもいいしね。あ、そうね、うん、フォアの味がする。あ、じゃあ、うん、レバー入ってる。レバーはちょっと入ってるのかも。すごい、なんかさ、買った時はそんなに大きく見えなかったのに。でしょ、私も思ったの。こんな巨乳だったこの人。なんかあの時は、あ、高いなと思ったけど、こんな大量だったの、ね、うん、これさ、2週間分ぐらいあるよね。あるある。あ、私のおっぱいです。おバカなことするじゃん。あかん、あかん。勇気が湧かないから。おっぱいは切れない。うん、切れない。あれ、マジ？サンタガッツ。はいはい。セイヤガタ。はい、セイヤガタさん。あれ。はい。あ、でもなんかフレッシュそう。外側と。裏腹に。あー、でもこれすごいね。脂肪の塊だね。どう？うん。何食べてんの？ブリアサバラ、脂肪の塊、うん、美味しい。あ、でも結構クッとが、ちょっと皮が違うね、うん、では人生初のおっぱいのおちち、はい、どうでしょう。うん、うん、美味しい、うん、見た目と反して、うん、食べやすいよね、うん、すごい、なんでこんな形にしようと思ったんだろう ね面白いね。チーズ特集の回もすごかったもんね。いや、苦しかったね。あの後寝込んだね。いや、あれはさすがに私も苦しかったわ。さすが本格的。美味しそう。
お皿がいいとやっぱね、またさらに美しく見えるわ。あれ私、うん、お皿に乗ろうかしら。これね、パン屋さん、それでしかもパン屋さん値段だからね。まあね、うん、あらほら、ちゃんとしてるもん。黒ごまとすだちだっけこれ。あ、なんかすごい、もうあらカロリーの神様が宿ってるわ、うんうんうん、すごいすごい、いるわ、神の存在を感じるわ。いただきまーす。力かな、うん、うん、サクサクしてるね、うん、音がね、すごい。黒ごま、黒ごまにこの酸味を合わせたのがいいね。うん、おいしい。ごまもね、今流行ってんだけど、ね、流行ってるよね。あのお店は黒ごま、ずいぶん前から出してもね、京都の黒ごまなんだよね。えらいよ、ここのパン屋は。ゆとぴえらいと思う、うん。他の A 店や B 店のように、うん、視点を次々と出さないでほしいな、うん、欲しいね。あやとも言ってたんだけどさ、バブカのお店とかさ、うん、ほんと残念なことになっちゃって、値段は高騰するし、うん、味は下がるしさ、ちょっとこれ仰天した。仰天。これさ、ほら下にこれプラリネが入ってる、プラリネキャラメルみたいなのが入ってて、これやばい。スイーツインスタグラマーが何世代前かわからない iPhone で、会社の人にね、たまごっちって言われる。たまごっち、食べ物の写真撮るのすっごい上手だと思うんだけど。そう、うん、もう食べていい？あ、食べるんだやっぱり。あ、食べてないけど。うーん、おいしい、おいしい。食べちゃおうかな。でもこれ1個はいけないな。食べちゃえ。うん、おいしい。お邪魔しましたと言ったらお邪魔でした。っていうかね、来るときは前もって言ってくれ。民泊で、アパートメントホテルで食べやすいご飯、本当ね、並べるだけで結構豪華なご飯になる、うん、ね、典型的なオフランスの家庭の味を味わうことができるので、うん、おすすめです。マルシェもね、楽しい。疲れたけどね。今日はちょっとね、人が多かったね。で、でもまあいい体験になると思うので、ぜひぜひ行ってみてください。では、ごきげんよう。あかん、あかん。